皆さんどうもこんにちは、イカクです。本日は4月11日からやってきた週刊 FP レベマ比較やっていきたいなと思います。今週はもうパンデペンでしょう。この選手は週刊とは思えないクオリティで、他のメンツもですね、週刊らしいいいメンツが来てますので、ぜひ前向きに検討してあげてください。僕の独断偏見ではあるんですけど、こんな評価で本日もやっていきますので、ちょっとでもいいな、参考になったなって思ったら高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。では行きましょう、レッツゴー。でまずはですね、このリーグ週間の評価というか引くべきかってところなんですけど、今回5段階中星4とさせてください。まあメリットデメリットこんな感じで、とにかくファンデフェンが一番の目玉になりますので、この選手が欲しいかどうかそこで判断してあげてください。無料分2回は引いた上で、ファンデフェンが欲しければ追加で引く、欲しくなければ追加で引かない、それくらいシンプルに考えてあげてください。無課金美課金で B 固定の強めのセンターバック持ってない方であれば、僕は勝負しちゃってもいいと思ってますね。でこちらがですね、今週の週刊ブースターの3名になります。いやあのね、ファンデフェンもいいですけど、ニコウィリアムスのテクニックもなかなかにいいんですよね。あとはウォードプラウズも衝撃の能力してますので、ぜひこの3名に注目しながらこの後の比較見ていってください。ということでここからが当たりランキング。まずは第11位 A 評価ヤンクバミンテイ選手。アヤックスを6対0で下したフェイエノールトより19歳の若武者が初登場。今夏ワンシューワンパと極上のスキル追加に逆足が最高に強化、そしてドリブラーらしく、トップ強化はドリブルスピード瞬発の3項目となりました。ライトウィングしか音適性がないので起用が限定的ではあるんですけど、突破力だけで言えば上位レベルですよね。ライブアップデートも割と良くなりがちですけど、ドリブル性能以外が全体的に厳しめなので今回は第11位にしました。第10位は A 評価ジャニカタモ選手。この選手ですね、通常が右ミッドフィルダー登録でボックスボックスなんですけど、今回右サイドバック登録に変わってバグ強化、ディフェンスセンス3次上がり筆頭にディフェンス能力がえぐいぐらいに上がってますね。さらに逆足の強化に加えてワンシューアウトスピンキックインターセプトの追加、強化度で言えばこのガチャナンバーワンクラスだと思いますね。圧倒的なスピード瞬発プラスサイドはどこでもできるユーティリティ性は嬉しいんですけど、若干どこで使うにしても中途半端な感じはあるかな。まあ、でもスキル能力を考慮すると、使うならウィングかサイドハーフがおすすめになりますね。第9位 A 評価ヤシヌアドリ選手。アドリはね、 DMF でのバグ強化が期待されていたんですけど、今回は残念ながらセンターミッドフィルダー登録になりました。スキルでワンパの追加、プレイスタイルがチャンスメーカーからプレイメーカーに変化しました。ボルコングラッパが95近くまで上がっていて、中盤からチャンスメイクするタイプ、テクニック面だけじゃなくて身長やフィジカルがあるのがアドリの特徴ですよね。あとスキルがいいね、ダブルタッチワンパスルパ標準装備最高です。使うならプレイメーカー発動の CMF がおすすめになるかな。まあでもね、無印 OMF なら決定力スピード回りが足りなかったりとか、センターミッドフィルダーならもうちょっと守備能力が欲しかったので、あともう一歩惜しい感は否めないですよね。スタミナも中盤としてはだいぶ厳しめです。で過去版との比較はですね、こんな感じになります。丸2がですね、同じ習慣なんですけど、能力で言えば今回のがだいぶ優秀なので、まあ、基本的に丸2から乗り換えでいいかな。丸1丸3はハイライトで自分好みに育成できる分、まあ、スピードが伸ばせたり足元もだいぶハイライトのが高いので、丸1丸3からは乗り換えなくていいと思います。そして同じく A 評価第8位はマイエツキ選手。モナコより南野匠選手のチームメイトが初登場。この選手はですね、今回8位にはしたんですけど、193センチプラスゴールキーパー能力が全体的に安定してますので、ライブアップデート A であれば、まあ、ガチスカもワンチャンあるかなって感じですね。ただどうしてもね、ゴールキーパー系で90乗ってる数値がないのが気になるのと、低弾道やロングスローのスキルもないので、まあ最近のね、ゴールキーパーの強化度がいいことを考えるとちょっと埋もれちゃうのかなって印象ではありますね。さあここからが A プラ評価第7位ジャンルカ・マンチーニ選手。ラツィオとのローマダービーで決勝点を決めたマンチーニがかっこよすぎるアイコンで登場。それこそ今朝のさ、ヨーロッパリーグミラン戦でも同じく頭で決勝点を決めてましたね。マンチーニ乗ってます。今回のマンチーニはプレイスタイルがハードプレスに変わってマンマークの追加、スキル完璧になりましたね。で能力で言うとディフェンス面フィジカルがしっかり上がってて、もう本当にあとはスピードだけって感じかな。最低限のラインは満たしてるし、半年前のさ、週刊のセンターバックとかディフェンス能力こんなになかったので、だいぶ強化で上がったなってしみじみ思いましたね。あとマンチーニはスタミナが高いので、ショートカウンターでもスタミナ切れせずに使えるっていうのは地味に嬉しいですね。まあ、やっぱりスピード面の課題はあるんですけど、センターバック少ない初心者の方とかだったらギリ当たりは
枠に入ってくると思いますね。過去版2枚での比較、丸1に乗り換えの丸3は微妙ですけど、契約も切れてるので僕だったら乗り換えちゃうかな。後半で言うと週刊の丸4丸5は乗り換えで、唯一丸6のハイライトだけはレベル上限高かったので乗り換えなくていいと思います。第6位は A プラ評価マッテオポリタノ選手。2つのシュート系スキルの追加、そして決定力瞬発力がトップ強化で登場しました。スピードとですね、瞬発が高いのはもちろんのこと、ウィングストライカーとして得点能力がかなり高いのがポリターノの大きな武器ですね。ダブルタッチもしっかりやりつつ、右ミッドフィルダーまで本的してあるのも嬉しいので、スーパーサブのサイドアタッカー少ない方には当たり枠に入ってくると思います。まあ欲を言えばワンパスルパーあたりのスキルだったりとか、ボールキープボルコンの数値が高かったらもっと良かったですね。過去版との比較こんな感じ。ドリブル面は負けてますけど、全体的には今回なので思い切って乗り換えちゃいましょう。第5位は A プラ評価カイ・ハバーツ選手。今回 OMF からセンターフォードにポジション変更が入り、決定力筆頭に大幅強化されました。プレイスタイルは2列目からリンクフォワードに変わって、ワンパピンクロとパス系スキルが追加。ハバーツはとにかくこのバランスの良さですよね。193センチと高身長かつ瞬発が低いので、正直重さは感じるタイプだと思うんですけど、フィジカルや足元もあんまありますので、背負う動きっていうのは結構強めですね。人は選ぶタイプですけど、ハマる人にはバッチリハマりますよね。まあ起用で言うと無印の OMF が安定かな。リンクフォワードの下がってくるような動きが苦手じゃなければ、センターフォワードやセカンドトップで使ってもいいと思います。5番はですね、2枚での比較。今回の特徴としては足元、守備意識、ボリコン低めですけど、その代わり決定力、グラパ、エアバトル系が過去最強。特徴若干違うし、プレイスタイルも違うので、基本的には両方残し安定ですけど、能力で言うなら今回が一番魅力的かな。丸2のワールドカップ週間だけはスーパーサブがついてるので注意です。で、後半で言うと丸5、丸7は2列目なので両方残すとして、丸6のパック版、丸8のビッグタイムはどっちもリンクフォワードなんですけど、まあこれはどっちからも乗り換えなくていいかな。登場回数は多いので被る可能性が高いっていうのが気になるところですね。そして第4位は A プラ評価ウォードプラウド選手。いや、ちょっと習慣もブースターらしくなってきたんじゃないの。衝撃のコーナーキック直接ゴールを決めたウォードプラウズがフリーキック系鬼強化で登場。ブースター含めてなんとプレースキック102、カーブ100、とんでもない数値になってますね。いや、この尖った感じめっちゃいいよな。スキルで婚活するパターンを完璧な追加もされてますし、強化度はかなりいいんじゃないかなって思ってますね。で、実際ですね、フリーキック能力だけじゃなくてパス系も相当高いし、ボルコンも90超え、普通に実戦でやれそうな能力してますよね。インターセプト持ちで守備意識も2列目にしてはかなり高いので、前から引っ掛けられそうっていうのもウォードプラウズの大きな武器なんじゃないかなって思ってますね。ただスピード瞬発ドリブルはかなり低め、ここが高かったらめちゃくちゃ強かったですけど、いや僕当たったんで今週ちょっと使ってみようかなって思ってますね。過去のウォードプラズもフリーキック係数値高いですけど、今回ちょっと異次元ですね。スピード瞬発部分は負けてるものの、スキル面の強化も含めて個人的には過去最強上げたいかな。丸1のプレイメーカーで無印の OMF で使えるのも強かったんですけど、契約切れてることも考えたら今回に乗り換えちゃっていいんじゃないかなって思ってますね。さあ、ここからがトップ3。第3位は A プラプラ評価リコルイス選手。動画序盤でですね、肩もの強化度がすごいって話をしましたけど、もっとすごいのがこのリコルイス。ハイライト含めて通常以外は完全初登場で、サイドバックから DMF に変わって登場。なんとスキルが7つも追加されました。7つ、やばくないですか。能力もですね、フィジコン決定力17上がり筆頭にしっかりバグ強化されてます。いや、それこそさ、リック君のインスタ見てたらちゃんとリコルイス当てててニヤニヤしちゃいましたね。で、リコルイスはですね、シティサッポ専用の当たりかと思いきや、普通に能力強くないですか。まあ、身長がですね169センチなので、ちょっと高さは足りないんですけど、逆に言うと中盤でこれだけ低身長でスピードが高くて軽めの B2B って意外と珍しいんですよね。ファイバックとかであれば無印のサイドバックとしての起用点も悪くないと思いますし、週間でこのレベルが無料で当たればめちゃめちゃいいなって思いましたね。でかくて守備強めのアンカーと組まして、ダブルボランチ起用なんかがいいんじゃないかなって思ってますね。さっきも言った通り珍しいタイプの選手になりますので、個人的にはすごく欲しかったですね。ここから当たり度さらに上がってきます。第2位 A プラプラ評価ニコ・ウィリアムス選手。コパデルレイを制したビルバオからはニコ・ウィリアムスが登場。先日のアップデートで通常が強化されたばかりですし、正直この登場激アツですね。今回2列目間飛び出しにプレイスタイルが変わって、スルーパスの追加、さらにブースターでテクニックまでついちゃいました。どのチームスタイル適正で使っても総合値100突破ですね。両ウィング両サイドハーフに本的してありつつ、超爆速プラスパスも
までできる万能能力、スキルも悪くないし逆足まで最高、ブースターテクニックの底上げもあって習慣にしてはボルコンやボールキープも悪くないので、間違いなくライバープレート A の衆はガチスカに食い込んでくる存在だと思いますね。まあ、あと結局習慣ブースター持ちってライバープレートがどれだけ上がるかっていうのが大事なんですけど、そのライバープレートも結構良くて特に A の回数が多いので、ここはかなり追い風になってるんじゃないかなって思ってますね。まあ、注意点としては若干身長が高いので軽めのドリブラーとは違ったドリブルの感じになりそうっていうのは一つ頭に入れといてください。てか改めて思ったけどさ、カップ戦優勝した時の選手って軒並みめちゃめちゃ強くなりますよね。リバプールのケレハもそうでしたけど、今後カップ戦の決勝からは目が離せません。で、身長とかドリブルスピード瞬発の感じで言うとルイス・ディアスに一番似てるかな。ただこれ見てほしいんですけど、明確な違いはこのパスの上手さなんですよ。超爆速ドリブラータイプでこれだけパスが上手い選手っていうのはすごく珍しいので、ここがやっぱり大きな武器だなって思いましたね。新環境パス数値も大事ですから、めちゃめちゃいい能力だと思います。で、過去版と比べてもですね、パス系が段違いですよね。まあ、グランダーパスに関してはテクニックブースターで底上げされているとはいえ、フライパスも上がってますので、まあ、普通にブースターなしでも過去最強でいいんじゃないかな。まあ、足元系はですね、どうしてもブースター外れるとハイライトに負けちゃいますけど、スルーパスなんかもついてますし、総合力で考えれば僕はどれからも乗り換えちゃっていいと思います。さあ、そしてこのガチャの目玉選手は S 評価ミッキーファンデペン選手。こちらもですね、アップデートで通常が強化されたばかりなんですけど、今回なんとシャットダウンのブースター付きで登場いたしました。さらにインターセプト、ライジングの追加、プレイスタイルがハードプレス、能力でいうと決定力23上がり、とんでもない上がり方してますね。いや、てかさ、ディフェンスエースからスピードまでの数値やばすぎませんか。普通にライバープレート A だったらこれエピッククラスの能力値ですよ。まあ、さすがにですね、ビッグタイムトミヤスとかアラウホとかベルゴミレベルまではいかないですけど、習慣のセンターバックとしては最強と言っても過言ではありません。特にスピード94、ここに関しては全選手含めても最速クラスだと思いますね。スタミナもあるし、ショートカウンターでもこれなら安心して起用できますね。で、身長もですね、193センチとバッチリなんですけど、強いて欠点を挙げるならジャンプが72しかないんですよね。空中戦の時にジャンプ数値は結構大事なので、まあ、ここだけが不安要素になるのかなってところですかね。まあでも正直この選手はブースターなくてもスピード90乗ったりとか、ビカキンビカキンからしたら C でもガチスカレベルなので、強めのセンターバック揃ってない方はぜひ狙っていただきたいなって思ってますね。で、ちなみにですね、左サイドバックできるのも結構便利なんですけど、まあ、瞬発とか足元ないので、まあ、なしではないですけど、個人的にはセンターバック起用をお勧めしたいなって思ってますね。で、正直習慣のセンターバックの中では一番優秀なんじゃないかな。このロメロもかなり強いですけど、スピードがもうレベチすぎる。ブースターしっかり発動すればディフェンス系も優勢だし、ロメロはブロッカーないのに対して習慣でスキル完璧なのもデカすぎますよね。で、一応ですね、今週来てる最強サリバとも比較してみました。まあこれはサリバですね。いや、もうこのサリバ強すぎるんよ。ただスピードに関してはファンデフェンが優勢。これがワンチャン無料はエグすぎるって。で、ファンデフェンに関してはですね、過去のバージョンも割と話題になったりはしたんですけど、今回のファンデフェンは全部の完成度が一番高いですね。丸2のハイライトなんかもいいんですけど、瞬発が鬼低かったりとか何かしら気になる部分はあったので、個人的には今回に乗り換えちゃっていいんじゃないかなって思ってますね。はい、ということで今回の動画以上で終わっていきたいなと思います。いかがだったでしょうか。ちょっとね、いつも以上にいい習慣だったので、しっかりと解説の方をやらせていただきました。これくらいのガチャが毎週来たらめっちゃいいんですけどね。ぜひ前向きに検討してみてください。ということで本日も最後まで見ていただいてありがとうございました。明日以降もたくさん動画投稿していきますし、団体戦に関しても毎週土日3戦目4戦目が今週末公開されていきますので、ぜひチェックしてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。